のちゃん行っちゃった。横並んだ公開写真がやだやだ
はい、ありがとうございます。まず何からするか、ラーメン、チャーハン、新聞紙とかないの？みんな女優来たで。あれ、あれが絶対作業するわけないだろう。ボントを並べて動画です。うわ、恥ずかしい、恥ずかしい。今のスルー君って、あ、じゃあ残しない？せーへん、大阪人になってる、大阪人になってる、いつも。誰、いいね、いいね、誰誰誰誰、やだやだ、岡田って彼たちとなったらさ、絶対大阪弁する。うん、ガチやねえねえねえ。どういうほぐし方よ。体動く必要ないでしょうよ。この伊勢海老ちゃんを、やばくないですか？頑固ですね、この子。ちょっと。え、次何やりたい？行っちゃった。ね、またお肉できたけど食べる人おらんと。ちょっと待って。ちょっと待って。それはさすがに大丈夫。マコさん、もっといい切り方ありますよね。こうじゃない、種があるんです。あ、もう身全部取れちゃったから。内臓食べていいよ。いいの？え、いただきます。え、これこのまま？うん。ではちょっと自分がうまくいかなかったらマイナス思考に考えてしまって、どうせ自分なんてと思ってしまうことが多くて、練習も自分の自主練の時は中断してしまったり、あんまり連続で物事を続けることができていなかったのですが、今は自分ならもっとできると思って、伸びしろがすごいあるって言い聞かせて頑張っています。セカンド、ミッション審査までは結構なんていうんですかね、でっかい課題ができた時に結構落ち込んじゃったりとか考えすぎたりして、そのまた元のテンションに戻って、あの頑張っていくのが結構時間がかかったりして、そういうのが結構多かったんですけど、あの切り替えるっていうことを結構意識した部分があって、そういう気持ちの面での切り替えは結構前よりはできるようになったのじゃないかなと思います。で、今後成長させたいポイントはやっぱダンス、そこら辺の振り覚えも集中して、ちょっとでも多くの部分を踊れるように
あと大きく動くことを意識して、まあ、ダンスが今後成長したいなと思います。前のチリチョコレートではそこの段階にもまだ行けてなくて、どううまく歌うか、どう高音をきれいに出すかってことしか考えれてなかったんですけど、このワンバイトではどう伝えるか、自分の思いを歌に乗せる方の意識がもっと持てるように成長したかなっていうふうに思います。みんながどんな覚悟を持って、どんな夢を持ってこのオーディションに参加してここまで勝ち進んできたかっていうのが、こう改めてみんなの熱い思いを知れたし、一人一人すごく覚悟を決めてこの場に来てるんだなっていうのがすごく分かって、改めてみんなを尊敬したし、知れてよかったなってすごい思います。前回のセカンドミッションの時に上位にいたメンバーっていうのがあまり少なくて、結成された当初はどうしてこの組み合わせになったんだろうとか、どういう意図で私たちが組まれたんだろうっていうのをすごくみんなメンバー不安だったりとか忘れの部分も大きくて、なかなか一緒にいた一緒のチームでとセカンドミッション、ファーストミッションと共にやってきたメンバーが少なかったので、すごくまず壁を打ち壊すのにまだ最初のは時間がかかったんですけど、みんなと話す時間が増えて、一人一人のパフォーマンス以外のスタジオ以外でのその瞬間だったりとか、そういういろんな部分が見えて分かった部分もあるので、もっとメンバーと仲を深めて、信頼を深めて、そして個々がスキルアップをして今までとはまた違う自分を見せれるように殻を破りたいと思っています。私はリーダーを務めさせていただいてるんですけど、なんかもしかしたら私が一番人一倍落ち込んだりとか深く考えすぎちゃう性格なのかなっていうのを今すごい最近気づき始めて、でもメンバーがその分支えてあげるよっていう、なんかそういう温かい言葉を今日聞けて、すごくなんかたくましくて、メンバーがなんかそれでなんて言うんだろう、すごく勇気づけられたし、レベリーで良かったなってすごく思った瞬間がたくさんありました。尊敬しているメンバーはうわちゃんなんですけど、そのファーストミッションの時にレジーナーズとして同じグループで、ファーストミッションに挑んだんですけど、やっぱりなんかその時からすごくうわちゃんから学ぶこととかが多くて、うわちゃんはその今17歳とかで自分の2個上なんですけど、なんかそんなちょっとしか離れてないって思えないぐらい、本当に考え方とかが一歩先を行っているなっていつも思ってて、そしてその経験も豊富で、なんかなんて言うんですかね、その経験が豊富なほどなんかいろんな場面に冷静に対処できていて、もう本当に尊敬でしかないって思ってます。でもちろんそういう人間性的な部分ももちろんなんですけど、パフォーマンスもやっぱうわちゃんにしかない良さっていうのがあって、本当に全てがうわちゃんの全てが本当にリスペクトしている部分です。みんながそれぞれのことをリスペクトして、このチームだったら絶対いけるっていう気持ちは一つなので、さっきそのどう克服していきたいかっていう課題と同じく、もっとみんなが思いやりを持って視野を広げて、でもっともっとこういい意味で自分を出していって、でそのメンバーのいいところも取り入れていって、どんどん向上していけたらいいなと思ってます。はい、だからボクシストは今回のサードミッションで絶対1番を取れるように頑張ろうと思えるような、今日はすごく絆がさらに深まった日でした。
明日からまたレッスンというか合宿が始まるので気持ちを切り替えてリフレッシュしたのでまた明日から頑張ります。自分はもともとボーカルラインだったんですけど今回はラップを担当させていただくのでその分、たくさんデモを聞いて、ボーカルラインの子たちに私がこう思ったことを伝えて少しでも手助けできたらいいなっていうふうに思っています。教えられるものだったりとか自分が経験してこう思ったっていうことを全部この出し惜しみをせずにメンバーのみんなに伝えていくことによってすごいもっともっとみんなが成長すると思うし逆にこう自分が教える立場になることで気づけることもたくさんあるっていう風にセカンドミッションでもすごく感じたのでメンバーのみんなに自分が知っていることを全部教えてで誰よりもデモの音源を聞いてこの歌詞の内容だったりとかあとは声の持っていき方だったりとかをメンバーのみんなと共有したりしていきたいなと思っています。ライバルだと思うメンバーはつくしちゃんなんですけど、その理由は、そのワンバイトで同じパートっていうのもあるんですけど、すごいつくしちゃんの声ってすごいめちゃくちゃいい声しててなんだろうすごいなんかもう中になんかすごいものを秘めているような声をしていてなんかそれで結構なんだろうなんかすごい、歌もめちゃくちゃ上手くてなんかやっぱ同じパートだからこそちょっとなんか抜かしたいなとか思うところがあってなんかあとなんだろうそのつくしちゃんもめちゃくちゃ何年も何年もボーカルを多分やってきてないと思うんですけどなんかそこの面では少し似ているなって私も思ったので今もうめちゃくちゃもうめっちゃ頑張ってその佐々木つくしちゃんを抜かしてなんかエミリーさんとかにもなんか認めなんかわーってびっくりさせたいなっていう気持ちがあります。本番に弱いなと最近感じることがすごく多くって先日田坂さんとおつろさんが見に来てくださった時に本当に練習ではできていた部分がこう本番でパフォーマンスした時に声が裏返ってしまったり本当に自分の中で納得のいくパフォーマンスができなかったことがすごく悔しくて本当に自分のこう本番に弱いっていう部分がすごく出てしまったなと感じたので今後そのようなことがないように本当に 200% 常に 200% の練習をしていきたいなと思いますし歌も裏返ってしまったりとかしてしまうことがすごく多いのでお腹に力を入れて歌ったりとかすごくこう意識して頑張りたいと思います。なんか私はその結構メンタルには自信があってなんかそういうあんまり悩むとかっていうことをそう、あんまりこう深くは考えなくていつもでなのでそこも自分そのミナナとハナとかにその私のこのポジティブさとそのつくしとしゅうちゃんのポジティブさも全部合わせてそのこう2人をこうもっと支えていけたらなっていうのが今の課題だと思うんですよね。なのでチームで支え合うっていうことが今の課題なんじゃないかなって思います。今日メンバーと本音で話し合ってみてすごく感じたのはやっぱりさっきも言ってた通り
自分ってなりすぎてしまうところがもうみんなに共通してちょっと少しはあると思うので、そこをみんなと直していけたらなって思いました。ありがとうございます。こっちもコート似てないな。すいません。